アルバータ州はカナダの州。カナダ西部に位置するプレイリー三州の一つである。西にブリティッシュコロンビア州、東にサスカチュワン州、北はノースウエストジュン州、南は北緯49度でアメリカの国境モンタナ州と接している。州とは中央部に位置するエドモントンでオイルサンドのほか北部の鉱物資源産業の主要な供給基地になっている。 州内の最大都市であるカルガリーは、物流と交通の要所であり、カナダを代表する商業都市であり、石油産業の中心地。二都市は共に、都市圏人口が100万人を超えている。1670年に、ハドソン湾会社が創設された当初は、北緯53度までは、ルパートランドの一部だった。十七世紀中頃より、欧州人が探索し始め、プレーリーの西部に、 フランス系の移民が入植し始めた。1870年代には、カナダパシフィック鉄道が開通し、地方政府が1875年に創設された。その後この地域はいくつかの地域に分割されたが、その一つが、ビクトリア女王とアルバート公の娘の、ルイーズ・キャロライン・アルバータ王女の名前にちなんで、アルバータと名付けられた。1867年に、カナダ自治領、つまり、 連邦政府が創設された時点ではまだアルバータはそれほど発展していなかった。アルバータがカナダ自治領に加入したのは1905年であった。地形図レイク、ルイーズ近郊に位置する氷河湖、モレーン湖、アルバータ州はカナダ西部に位置し、面積は66万1190平方キロメートル。日本の国土のおよそ1.75倍に相当する。南は アメリカとの国境、北緯49度線でモンタナ州と接している。東は、西経110度でサスカジワン州と北緯60度でノースウェストン州と接している。西には、ブリティッシュコロンビア州があり、宗教はロッキー山脈に沿って北西に上がり、北西付近からノースウェストン州までの西経120度線を宗教とする。最高標高は、 ブリティッシュコロンビア州都の宗教にあるコロンビア山で高さ3747メートルある。南東部のエリアを除き、州内は川や湖が多く水資源が豊富で、水泳や水上スキー、魚釣りなど、ウォータースポーツが盛んである。州内には3つの大きな湖があり、ウッドバッファロー国立公園内のアサバスカ湖と、アサバスカ湖のすぐ西部のクレア湖、エドモントンの北西にある、 レッサースレーブことがある。南北で1 2 0 0トル東西の長さは最も広いところで6 0 0トルあり、北緯49度と北緯60度では気候が大きく異なる。標高も高原地帯は中南部の1 0 0 0ルから北部に向かって6 5 0ルまである。西部のロッキー山脈が壁になり、東部にはプレーリーが広がっていることから気象も また地形の影響を受けやすい。バンフ国立公園のモーランツカーブ州北部の多くは、新葉樹林が広がっており、ステップ気候の南部と比べ森林が多い。南部は夏が暑く、他の州よりも降水量が少ない。西部の気候は山脈に囲まれていることから比較的、穏やかで冬の地ぬく風の影響を受け、暖かいことも多い。南東部は平坦で乾燥したプレーリーが、 広がっているため、寒暖差が激しい。気温は、冬季は低く、摂氏35度になることもあれば、夏季は摂氏38度になることもあるなど、季節によって気温が大きく変化する。新葉樹林とプレーリーの境にあたる北西部にはアスペンが多く分布している。州内の中央付近はオンタリオ州南部に次いで竜巻の多い地方である。夏には、 激しい雷雨が発生しやすく、特に州の中央と南部で見られる。カルガリー・エドモントン街道周辺では、ロッキー山脈の影響を受けるため、カナダ国内で最も氷の発生率が高い。冬は全般的に寒く、平均気温は比較的暖かい州の南部でも低く、摂氏10度、州の北部に至っては低く、摂氏24度である。ロッキーのふもとでは、血抜くのために、 寒さが和らぐことが時折あり、この現象は2月から3月に多く見られる。短時間で気温が上がることもあり、摂氏20度を超えることもしばしばある。夏の平均気温は、ロッキー山脈及び北部の摂氏21度から南東部の乾燥したプレーリーでは、摂氏30度近くになる。乾燥した気候を受け年間に少量が多く、中東部は、 カナダ国内でも最も年間日照時間が多い、地域で平均2500時間を超える。近年の経済発展を受け、人口は高い成長率を見せており、国内外からの流入も多い。2016年統計で、州人口はおよそ407万人で、都市部の人口は81%に上る。カルガリー、エドモントンを中心に、各都市で高い成長が見られ、 1901年には人口73,022人だったのが2006年には3375,763人にまで増加した。民族構成は22.7%がカナダ人で以下イングランド系、ドイツ系、スコットランド系、アイルランド系、フランス系、ウクライナ系と続く。アルバータ人の多くはキリスト教徒であり、 福音派の割合が他州よりも多い傾向にある。反対に、無宗教派の割合も多く、国内では、ブリティッシュ・コロンビア州に次いで割合が高い。モルモン教徒は南部に多く、フッター派や再先礼派の流れを組むメノナイトのほか、第七安息日再臨派の数が多い。ウクライナなど、東ヨーロッパからの移民が多いことから、この地域の州派も見られる。ヒンドゥー教徒やシク教徒、 イスラム教徒なども存在し、北米で最も古いモスクがエドモントンにある。また、州内のユダヤ教徒の多くがカルガリーやエドモントンに存在する。カルガリー・ジャスパー・アルバータ州の地方行政区を参照のこと。主な産業は石油工業と農業、畜産業、そして観光である。石油による収益が大きいため、カナダの在家サービス税が導入される以前は、 商店での買い物には税金がかからなかった。石油産業の発展は1914年に最初の油田が発見されたことが端緒となった。第二次世界大戦後には新航空が発見。一気に油田地帯として注目を浴びるようになった。近年はオイルサンドを採掘して得られる重質油が主力になっている。一部航空では 日本の石油資源開発の子会社のジャパンカナダオイルサンズがオペレーターになっているほか開発に携わっている。フォートマクマレーのオイルサンド採掘場、アルバータ州はカナダの中でも最も保守派が多い地域として知られており市場原理主義、新自由主義や新保守主義的でさえある。その保守主義の画像ぶりと石油エネルギー産業やカウボーイの存在から カナダのテキサスと形容されることもある。カナダの著名保守政治家は政治活動の場としてアルバータ州を拠点にすることが多く、元首相のジョー・クラークやスティーブン・ハーパーがその代表である。現在のカナダ保守党へ合流した右翼政党のカナダ同盟やその前身のカナダ改革党の設立の地でもある。銃規制の撤廃や カナダでは1976年に廃止された死刑制度の復活、妊娠中絶の禁止、同性愛や LGBT 反対、気候変動論への会議、多文化主義への反対、不都合の公用語地位への反対等の支持者が多い。さらに、アメリカ合衆国共和党政治家との関連も深く、2016年米大統領選挙に立候補したテッド・クルーズはカルガリー生まれである。 これは、宗教右翼のキリスト教プロテスタントの福音派の影響や、開拓精神のカウボーイ文化と一大産業を占める、オイルサンドガスエネルギー業界の影響を強く受けている。また、石油、ガス産業により経済成長が著しく、失業率も低いことから、税収も豊富で税金は安くなっており、税率もフラットに近く、天然資源がもたらす豊富な税収を、 カナダ連邦によって経済的に貧しい大西洋諸州や独立運動によって政治的な力を持つフランス語圏のケベック州へ徴収されているとの懸念を強く持っている。カナダ連邦からの離脱による独立国家の形成やアメリカ合衆国への参加を求める分離運動も見られる。しかしながらアルバータ州はカナダ一好調な経済発展や失業率の低さから 国内多州からの労働者の流入、さらに、世界各国からの移民、難民の受け入れ等も急増したことで白人の割合は7割と大きく低下し、保守一辺等の土地にも変化も見られた。2015年衆議会選挙では、アルバータ州としての史上初のカナダ自由党よりも、左寄りである、中道左派、社会民主主義政党のアルバータ新民主党が、衆議会の与党となる、党、 州都エドモントン等の非白人層移民が多くなっている都市部では変化も見られる。特に連邦政府への会議心や政治を支配する東部エスタブリッシュメント層への敵対心がアルバータをリベラルサ派の強いカナダに対抗して連邦議会選では保守化させているとも見ることができる。一方、州政府に対しての信頼度は高く州、議会選においても小さな政府、 市場原理主義、自由競争を重視する、経済右派、宗教右翼的な政策への支持は、世論調査を見るとそう高くはなく、州政府の医療福祉教育等の公的サービスの支持者も多いことから、いわゆる保守の画像はかなり誇張して伝えられているとも、見ることができる。実際に、保守政党はこれまでもカナダが作り上げた、医療福祉教育等の公的サービスの維持や、移民や、 難民受け入れにも努めてきた。2019年衆議会選挙では1971年から2015年まで、約44年間も、修正時を支配していた、アルバータ進歩保守党とワイルドローズ党の保守、合併政党として設立された、連合保守党が政権を奪還している。など、モレーンコロイーズコ北海道との友好提携を記念したい渋み。ありがとうございます。